どうも竹次郎です。今日はですね、この間、僕の友達が大分から遊びに来てくれたんですけども、その時にもらったお土産を今日は紹介したいと思います。じゃーん、爽やかカボスドレッシングです。大分県特産カボスって書いてますね。カボスを使ったポン酢っぽいやつ、大分カボスを絞り込んだカボスドレッシングは、フレッシュサラダのドレッシングはもとより、焼肉や焼き魚、お刺身のタレとして美味しさを引き立てます。すごいな、野菜も肉も魚も何でもいけると。ちょっとね、開けてみたいと思います。あ、あー、こんなやつでしたね。白いですね。あ、玉ねぎが入ってるんだ。ちょっと開けてみましょう。うん、カボスの香りがちょっとする。これ外箱に焼肉や焼き魚にも使えるって書いてあるんですよ。今日まさかこれを飲むわけにいかないので、これから実は晩ご飯なんですけど、晩ご飯のおかずの、今日は2品用意してみました。そこにかけて食べてみたいと思います。どうしても玉ねぎが食べたくて玉ねぎサラダを買ってきました。そしてお隣、これね、ハンバーグです。まあ普通のハンバーグなんですけどね、ソースはね、あえてかけてないんです。爽やかカボスドレッシングね、かけていきたいと思います。かけすぎるとね、多分しょっぱいと思うんで。ではいただきます。玉ねぎ大好きなんですよ。僕結構酸味があるのかなって思ってたんですけど、どちらかというとなんかね、玉ねぎが入ってるせいかな、玉ねぎの甘みっていうんですか、そういうのが出てますね。で、あ、玉ねぎの甘みって思ったら、あ、カボスが後から追いかけるみたいな、カボスの香りがスパッときて、あ、ちょっとカボスの酸味もあるねっていう感じですね。あっさりしてます。これいいな。まあサラダはまあ定石なんですけど、次はハンバーグにかけてみたいと思います。はい、かけますよ。どれくらいかな。ね、白いでしょ、このドレッシングね。これ地味にハンバーグ焼きたてです。いつもはね、デミグラスソースとか、ハンバーグソースで食べるハンバーグですけど、カボスドレッシングと合うのかな。いただきます。さっきの野菜サラダもそうだったんですけど、さっぱりしてますね。和風っぽいソースですね。合う。もともと玉ねぎが入ってるせいか、やっぱりお肉との相性はすごくいいですね。カボスの酸味はこう口の中さっぱりさせてくれるっていうか、ハンバーグ油使って焼いてますけど、結構さっぱりいただけますね。一応これドレッシング的にはノンオイルタイプではないんですよ。まあ、植物油入ってるんでね、ちょっとコクが出てて、でもさっぱりしてます。今日お魚用意してないんですけど、多分お魚にも合うと思います。お刺身合います、これきっと。なんか今食べた感じだと油の多い魚とかでも意外にさっぱり食べれるのかなっていう感じですね。お魚用意すればよかったですね。ということで、今日は大分県産カボスを使ってる爽やかカボスドレッシングレビューしてみました。したっけねー。